鹿島アントラーズの小笠原です。自分が被災地で見た光景は一生忘れることはありません。大きな被害を受けても必死に歯を食いしばり立ち上がろうとする方たちの顔や、それを援助救助する方たちの一人一人の頑張ってる顔を思い浮かべながら、これからもサッカーを続けていきます。このような苦しい状況でも思いやりの精神を持った我々日本人なら必ず復興できると信じています。皆さんで頑張りましょう。力を一つに、チームアズワン。